こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。海外輸送サービスの選択。郵便局の国際輸送。これを最優先で使うんですけど、現在 EMS、航空便が利用できません。でね、利用再開、利用の、状況は、こちらの、ね、郵便局の国、地域別の差出可否というところでね、チェックしてください。こんなふうに今、オーストラリアは船便のみという状況になってます。で、注意点としてね、料金を調べるというところでね、検索すると、いくらですよというのがしっかり出てきます。ただこれね、料金出てくるんですけど、サービス停止してますんで、郵便局の方でね、インターネットで調べて、料金出てきたってことはサービスしてるのかなと勘違いしがちですけど、これは、サービス提供されてません。こちらの国、地域別の差出可否でチェックしてください。また、ご質問、質問、確認事項、お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。